はい、じゃあ皆さん3日間お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、だいぶ顔もいい顔になって、おそらくこの3日間ね、家族のことだったりとか、応援してくれてる友達のこととかいろいろね、思い出すぐらい追い込まれたと思います。で、まあ一区切りついたので、次回は10月の19日のパシフィコ横浜の握手会で実際に皆さんに握手会に参加してもらいます。何が出てくるか、次はどうなるか。いいと思います。可愛いですね。はい。頑張ってください。楽しかったですブログ読んだよとか AKB を見たよっていう人が来てくれてとても嬉しかったです。高橋美代17歳です。北高山です。16歳です。高原16歳です。石田まりな12歳です。すごいオーラがあって私もあんな人になりたいなと思いました。受からなかった人は練習とか全然できてなかったっていうことなので、けどそれを諦めずに次のオーディションとか受けたいです。これも自分らしく頑張っていきたいです。